浦波は、海上自衛隊の護衛艦。綾波型護衛艦の3番艦。艦名は、裏に寄せる波に由来し、この名を受け継ぐ日本の艦船としては、神風型駆逐艦、浦波、吹雪型駆逐艦、浦波に続き3代目に当たる。浦波は、昭和30度計画船7 0 0トン型警備艦1605号艦として、 川崎重工業神戸工場で1957年2月1日に寄港され、1957年8月29日に浸水、1958年2月27日に収益し、横須賀地方隊に直轄艦として編入された。1958年3月16日、横須賀地方隊霊下に新編された第8護衛隊に、綾波と共に編入。 同年8月から海上自衛隊第2回目の遠洋練習公開に参加している。なお、遠洋練習公開には1960年の第4回及び1968年の第12回にも参加している。1958年10月25日、第8護衛隊が第1護衛隊軍令下に編成がえ。1959年4月1日、 1> 第1護衛隊軍令下に新編された第9護衛隊に、綾波と共に編入。1962年から1963年に、かけての特別修理工事の際に、装備の近代化工事も実施され、未装備であった、電波探知装置ノールマイナス1が水に装備、捜索用ソナーを、オークスマイナス14へ、攻撃用ソナーを、オッきマイナス2へ換装した。 1969年3月15日、第9護衛隊が、第3護衛隊軍令下に編成がえ。1971年2月1日、第9護衛隊が、護衛艦隊令下に新編された第4、護衛隊軍令下に編成がえ。同年、対戦攻撃能力強化工事が実施され、単魚雷落車機を撤去し、68式三連装、単魚雷発射艦を2機搭載。 1983年3月30日、第9護衛隊が廃止となり、特務官に種別変更され、艦籍番号が ASU-7000 号に変更。クレ地方隊に直轄官として編入され、定携校がクレに転籍。1986年12月25日、除籍。ありがとうございます。